聖光、えー、学院、共栄学園を下し2年連続で初戦を突破、夏の甲子園、えー、第105回全国高校野球選手権記念大会は第1日の6日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で1回戦があり昨,え昨年夏の甲子園で4強入りした聖光学院福島が共栄学院東東京に勝利し2年連続で初戦を突破した。 共演学園は春夏通じて初の甲子園出場で初勝利とはならなかった成功学園は第七日十七日第四試合の二回戦で浦和学園埼玉と、えー、仙台育英宮城の勝者と勝,利するあ勝負する、まあ、こっちにもあ、はいまあ、今日の、ねまあ、成功学園対共演学園の、まあ、結果というかニュースがあるんですけど、まあ、成功学園本当強いですねと、はいう、まあ、か 共栄学園が雑魚すぎるっていう話なんですけどただやっぱり9対3で負けるっていうのはね大きな差があると思いますよねはいまあほらあの夏の甲子園の1回戦で福島代表の聖光学院が東東京の共栄学園を9対3で暮らし2年連続優勝したただねこれ聖光学,学園についていることは これね、あのやっぱ福島の,あの高校だからあの正直ねあ,のあんまり良くないなって思いましたね、まあ、というのもやっぱり福島ってそのあの原発事故とかあったじゃないですかはい。まあ、だから何だろうその環境的には良くないんですよね、まあ、そういう放射能とかあって、はい、だからまあ正直ね、まあ、自分もその都民なんで共栄学園には勝ってほしかったんですけど まあ今日はね、まあ、どうしてもあの成功学園の方が強かったってことなんですよね。はい。まあただどうしようもないんですけどねほら、成功学園は背番号11先発の小室がコーナーをビッグバック猛守備で6中まで無失点に抑えたってことではい、まあ、成功学園がまあ7回表に2番手の 星野が共泳がけん玉に使いしたり、それでも統計した2年生の高野がピンチを受け抜け、9段差で振り返った、はい、まあ、そのまあ、成功学院なんですけど、まあ、ただねあの、勝ったことはね、まあ、素直にすごいなと思ったし、はい、まあ、次,も、ね、あの,次の試合もねあの、頑張ってほしいなと思いましたね、はい、まあ、負けると思うけどね。はい